こ海じゃん。向こう海だよ、海。向こう海。最高じゃないの。ほら。ほらほらほら。この辺も冬は雪すごいんですか？ここは海近いんで。あ、そうでもないですか。ちょっと飯を探しに行きますか。おまこやってんのかな。乗り込んでみたいと思います。ちょっと全然違うかなと思うけど、お酒な寿司屋があったのでそっちに行きたいと思いますけど、はい、一応こんなところでお任せ。はい、はい、ありがとうございます。これ何なんだろう、マジ。まだ汗かいちゃう。はい、おはようございます。どうも、クワクです。東北ツーリング2日目でございます。朝から昨日と同じようにね、このエンジンとキャブのジョイント部分がまた暴発しまして、何なんだろう、チョークを引いてたわけじゃないのに怖いな。やっぱちゃんと暖気しないとダメなのかな。パーンってね、もう慣れたもんでね、すぐ治りまして、で今日はこれから鳥海山ブルーラインの方に向かっていきたいと思います。その本当だったらね、その前にちょっとね、朝食山形ラーメンでも食べてから行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとね、全然お腹空いてないんで、まあちょっと食べたいんだけど、せっかく来たから食べたいんだけど、無理やり詰め込むこともないかなっていうところで、ちょっと朝飯は今のところ何も食べておらず、それちょっと抜きで向かいたいと思います。いやー、今日も暑くなりそうですね。今半袖だけど、ちょっと頃合いを見てまたジャケット着ないとね、日に焼けて大変なことになっちゃうから。はい、ということで鳥海山ブルーライン言えてないけど、向かって、あれかな、鳥海山って知らんけど、向かっていきたいと思います。お、行くんじゃないんかい。今回の動画からね、このね、カメラの画角をね変えたんですよ。変えたというか、ちょっとね、広角気味、広く撮るようにして、それによってちょっとね、このね、なんだろう、画面の水平維持がちゃんと効いてない気がするんですよね。聞いてないモードなんですよ。だからちゃんと水平になってるか、後で編集でどうにかできればいいんですけど、ね、ここは微妙なところでございまして。おー、いいね。高田氏ありがとうございました。さあ、気持ちいい絶景ロードですね。まっすぐです。いやー、鳥海山このまま登ったら寒いだろうね。私はそう思ってるよ。はあ、気持ちいい。おい、最高だな山形。気持ちいいぞ。適温適温。鳥海山ブルーライン有名ですからね。ただいまの時刻は6時41分。いやー、早朝朝活だね。朝活最高だね。はい、見に行きます。秋田方面無料。あ、これ動画で見たことある気がする。はい、止まれ。来てない。無料区間ね、なんか
どこかで見たような気がするよ、ここ。高速道路だけど無料区間があるって。うんね、いいね。何キロこれは。8キロぐらいか。いやー、でけえ。おお、すげえ。すげえ、でけえ。圧巻だね、こりゃ。これ圧巻だよ。素晴らしいよ。これわかんねえだろうな、ちょっと広角だから。アクションカメラじゃわかんないだろうね、この迫力。うわぁ、北海道より、なんか、うわぁって来る気がする。これでおしまいなのね。あぁ、通行止めね。あれで影響かな、なんか。濃霧注意報だって。濃霧注意報は困っちゃうね、ちょっと。あ、なんか一気に涼しくなってきたよ、なんか。一気に涼しいよ、24度。うわ、鳥海さん、あれが鳥海さんだと信じよう。あ、日陰涼しいよ、ちょっと。登ってきてない、ちょっとこれ涼しいんじゃない。うわ、寒い寒い、日陰寒いよ。なんだったら足も寒くなって、これやばいね。鳥海さんやばいよ、これ凍えるレベルだな、これ。怖い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 。ちょっと上着は着よう、まずは。最終的にウルトラライトダウンだな、ここね。鳥海さんブルーライン入り口。待って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 、着替えたい。着替えてんだけど、お洋服着させてくれ。あー、日暮らしがいい感じで泣いとるね。鳥海さんブルーライン突入。うー、人影が見えたらそれはクマだと思え。一気に逃げるぞ。この先霧発生時通行注意。これ霧は怖えな、マジ。ダンプが止まってる。人がいるって安心だね。あ、お疲れ様です。すげえな、こんなところに住んでんだからな、人はよ。たまげるな、こりゃ。ザ田舎だね。人がいる。クマじゃねえだろうな。クマじゃねえよな。どうも。いやー、素晴らしい木漏れ日。眩しいけど綺麗だね。見えない、眩しすぎて。なんか見えない。開けてきてない。結構上の方まで来たんじゃない、これ。ほらほらほら。うわー、いいねいいね。ちょっと箱根っぽい。うわー、絶景絶景。いやー、マジすごいね、これ。本当に鳥海山ブルーライン長いね。すげえ走り応えあるね、これ。しかも全然人いないし、最高じゃないの、これ。早くな。どうもー、イエーイ、本日初夜へ、センキュー。うおー、とびっくりしたよ、ハト。オッケー。こんなところすぐやめてよ、事故っちゃうよ。うわー、鳥海さんすごい、いうことになってる。すごい、トンボがすごい。なんだこれ、休憩所。すげえ怖え、見れない、怖くて。怖い怖い、非常に怖いよ。あと4キロ頂上。ここがピーだって。あ、ここ登山口になってるのかな、もしかしたらね。お、秋田県入りました。にかほし、お邪魔します。お邪魔します、にかほちゃん。にかほだか、にかほだか、ようこそ秋田へ、初秋田。すげえすげえすげえ。鳥海山ここだって、ここね。ここはなんだ。
すげー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 、いやーすごいね。見えるかね。すごっ。あそこ行くのかな今から。すごっすごっすごいとしか言えません。綺麗。見えますかね。カメラじゃ見えないだろうね、この強さ。空気が薄いのかな。やってるんかな、このビジターセンター。ビジターセンター行っても意味ないか。やってねえや、9時からだ。そりゃそうだよな、こんな早くやってねえやんな。引っ掛けがないと。もうこのマフラー問題やだ。うわー絶景絶景すごいね。うわー見てあの風車、風車やべえマジ。鼻かいい。When you call me, it's like gonna call